はい、どうも皆さんこんにちは、ヨネヤンです。今日はですね、ベトナムグランプリのサーキット設計にオーバーテイクシミュレーターを活用っていうニュースについて語っていきたいと思います。これは元ルノーとかウィリアムズでテクニカルダイレクターをやっていたパッド・シモンズっていう人がやってることなんですが、 F1 マシンのオーバーテイクをシミュレーションするっていうシミュレーターを彼らが作って、それをサーキット設計に活用しているということらしいんですね。まあ、要するにオーバーテイクのたくさん生まれやすいサーキットにする、そのための最適化にこのシミュレーターを活用しているっていうことだそうです。まあ、これどういうシミュレーターなのかっていうのはまだ詳細はあまり明らかにされてないんですが、まあ、いろんなマシンの挙動とか空力性能、あとサーキットの路面特性とかタイヤの特性っていうものを、非常に複雑な要素ですけど、これをシミュレーションして複数のマシンが一緒に走行した時にバトルができるのかどうか、オーバーテイクに至るのかどうかっていうことをシミュレーションするそうです。非常に複雑な、いろんな数値をシミュレーションしなければならないので、一周をシミュレーションするのに、数時間かかってしまうぐらいかなり複雑な演算が必要になるものだそうです。実際ね、FIA-F2 とか FIA-F3 のマシンを作ってるダラーラは CFD 上で2台のマシンを並べて、前後に並べていろんな角度で並べて、後ろを走ってるマシンにどういう、こう空力的な影響があるのか、前に走ってる車がどういう風な乱流を引き起こして、後ろのマシンがその乱流を受けて どれだけダウンフォースが減るのか、どれだけダウンフォースのバランスが変わるのかとか、どれぐらい変化するのかっていうことをシミュレーションして、その上で後ろのマシンが受ける影響をなるべく少なくして、バトルとかオーバーテイクをしやすいマシンに設計してるらしいんですね。ただ今回この話題になってるオーバーテイクシミュレーションに関しては、それだけではなくて、路面であるとかタイヤの特性であるとか、オーバーテイクに関するいろんな要素をシミュレーションするっていうことですけど、実際にはね、オーバーテイクができるできないっていうのは、例えばタイヤのオーバーヒートの具合、どれぐらいタイヤがオーバーヒートするのか、例えばメインストレートでオーバーテイクを仕掛けるにしても、その前のコーナーでプッシュすればタイヤってオーバーヒートして、次のコーナーでは攻めにくくなってしまったりとか、それもフロントなのかリアなのか、いろんなその時々によってのね、条件っていろいろ変わってくるわけですよ。で、当然パワーユニットのエネルギーマネジメントの使い方、オーバーテイクを狙うところに向けてエネルギーマネジメントを、なるべくディプロイを使わないようにセーブして、ここだっていうところで一気に放出するとか、セーブしてっていう間はやっぱりエネルギー使えないからちょっと遅いとか、それでも前の車についていけるのかどうか、ついていってエネルギーをまとめて使うっていうことができるのか、そういうところまでね、シミュレーションできるのかどうか、ある意味そこってもうドライバーがどういうふうに動くかとか、そういう AI にも関わってくる部分だと思うんで、もしそういうところまで再現できるとしたら、すごく本当にものすごく高度なシミュレーターだと思うんですけど、はっきり言ってマシンの性能、パワーユニットの性能ってそれぞれチームごとに違うし、言ってみたらもう毎年違うわけだから、今の車でシミュレーションしてオーバーテイクできるねっていうサーキットになったとしても、ベトナムグランプリを開催する2020年には全く違ったものになってるっていう可能性もあるし、このシミュレーターがどれだけ優秀なのかというか、その先々に向けてどれだけ正確なものになってるかっていうと、ちょっと厳しいんじゃないかなっていう、それをシミュレーションできるのかなっていうのはちょっと疑問ですよね。オーバーテイクできるかどうかっていうことに関しても、もちろんサーキット特性が影響する部分ってあるけど、どっちかっていうとサーキットよりも車の特性がやっぱり重要じゃないかなと思いますけどね。やっぱりさっき言ったみたいに、前の車の発生させる乱流の影響を受けにくい車、もしくは乱流自体を発生させにくい車にするっていうのがやっぱり一番大きくって、そのためには空力をやっぱり制限するしかないんで、
2019年のレギュレーションっていうのはもちろんそういう方向性で今策定されてるわけですけど、まあ、空力ダウンフォースに頼らずタイヤとかサスペンション自体がメカニカルグリップを持っていて、それによって走る車であれば前の車の生み出すスリップストリームとか、まあ、乱流の影響っていうのは受けにくくなるわけで、バトルっていうものがやりやすくなる。まあ、あとちょっと、まあ、世の中の人たちが少しこう勘違いしてるかなと思うのは、ファンの人たちが見たいのってオーバーテイクじゃなくてバトルだと思うんですよね。要するにストレートでブーって後ろついてって最後にズバッと抜くっていうオーバーテイクじゃなくって、まあ、いろんなコーナーでいろんなライン取りができていろんな駆け引きがなされるっていうバトルが見たいのであって、単純なこうストレートでの順位の入れ替わりが見たいわけじゃないと思うんですよね、まあ、少なくとも僕個人はそうなんで。だからまあいろんなマシンレギュレーションを考えるにしても、サーキットのシミュレーションをするにしても、ストレートでブーッとついていってオーバーテイクができるっていうことを目標にするんじゃなくて、まあ、サーキットのいろんな場所でいろんなライン取りができたりだとか、いろんなバトルができるっていうことを目標にマシン作りだとかサーキット作りっていうことを考えてほしいなと思いますね。まあ、そうするともう少しレースって面白くなるんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、もちろん頭のいい人がねたくさん考えてることなんで、まあ、そんなこと言われるまでもなくやってるとは思うんですけど、まあ、とはいえ2018年の F1 って結構オーバーテイクっていうかバトルはあったし、僕は見ててそんな退屈はしなかったですけどね。というかまあバトルのその質が高い F1 ドライバーのドライビングってやっぱりなんだかんだ言ってすごいし、あれだけこうギリギリのラインでバトルをしてる、まあ結果的に接触とかもねたくさんありましたけど、結果的に抜けなかったとしてもバトルとしてはすごく質の高いものがいろんなところで見られたし、僕はそんなに、うん、今の F1 悪いとは思わないですけどね。まあタイヤであるとかエネルギーマネジメントであるとか、まあ、そういったものをどういうふうに駆使してあのバトルになってるかっていうことがもう少し分かりやすく表現されれば、まあ、テレビ画面で見えたりだとか、まあ、我々解説する側がもう少し分かりやすく説明してあげられれば、見た目上の順位の変動がなくてもね、 F1 のバトルっていうものがいかにすごいか、まあ、そういう極限レベルの中で F1 ドライバーがいかにすごいマシンコントロールをしてるのかっていうこともね楽しめるようになるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そういう意味ではね、もう少しいろんな情報が開示されると楽しいのかなという気もしますね。はい。まあ、ちょっとオーバーテイクシミュレーターとはちょっと話が飛んじゃいましたけど、まあ、こんなところでこのニュースはおしまいです。ありがとうございました。